改めて、ニューゲームから今度は、打たないで。そうだね。やってこう。もう、ゆずきさんが忙しい回ですわ、本当に。本当に、割と、このゲームの重役になってるキャラしか喋ってないからね。確かに。いや、辛くなったら言って、変わるから。わかった。ここはまあ、同じロで。ゼぐらい任せよっかな。あ、オッケー。打たないだね。また打つのかって思った。危ない危ない。打ちません。ずっと探してた悪魔は、皮肉にも僕が打とうが、打たなかろうが死ぬ。それが分かったとき、とても、とても虚しく、そしてやりきれなくなった。これででも、リベンジされずに済むってことよね。そうね、ファルは悪夢を見ずに済むわけだ。妹のリーラを失って、悪魔を殺すことだけを目的としていた僕は、これからどう生きていけばいい？そっか、ファルのレイゾンデイトがなくなっちゃったんだ。なくなっちゃったね。わあ、違う。ラストメモリー。全然違う。何があったんだ？な。リーラ。家失ったん？失ったんか？もともとこういう生活か？それなのに服はめっちゃいい服着てんな。悪魔、ロゼはもう死んだんだろうか？あ、これさ、うん。ロゼ任せよっかなって言ったけどさ。ロゼいなくなっちゃった。普通にロゼおらんやん、もう。おい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 。まあ、こやっのなんてか、くれたな。声は私がやるか、じゃあ、この。そうね。ん？今、何か聞こえたような。何の声だ？あー、リーラー？お兄ちゃん。リーラ？リーラ、待ってくれ。はあ、ちょっと待ってよ。意識の断片、ここでも3つあるってことかな、これ。あれ？そんな多かったっけ？いや、ちょっと覚えてない。まあ、でも、まあ見つけといた方がいいんじゃないかな。そうだね。まあ、ここは何もなさそうかな。こっちには、家なのね。ああ、家なのね。ちゃんと家はあると。あ、よかった。すごい、ここ走るすと、ごいすごいすごすげえ！行くか。い。煙ブワブワになるやん。ねえ、ちゃんと風を感じる。お。落としていってる。父さんと母さんが交通事故で亡くなった日、僕は誓ったんだ。妹を守ると。リーラ、どうかしたのか？眠れないの。いつものがない。いつもの？お父さんとお母さんのお休みのキス。そう、だったね。おいで、リーラ。お兄ちゃんからのチューだよ。これが僕のチューだ。さあ、布団に入って。今日から毎日、リーラが眠るときには、お兄ちゃんが2回キスをしよう。これが父さんの分。これが母さんの分。くすぐったいよ、お兄ちゃん。ああ、間違えた。2回じゃない。3回だ。これはおじいちゃんの分。お兄ちゃんの分も今日から追加だ。どっから出てきたんだ、おじいちゃん。 おじいちゃん。 これで眠れそうかな。お兄ちゃん、大好き。おやすみ、リーラ。
ありがとう、お兄ちゃん。わあ、いい兄ちゃん。今のはリーラとの思い出？思い出してもただ辛くなるだけだ。リーラはもういないんだから。なんか上行けそうだった？行けそうよね。うん。あ、通れない。通れない。最後に来ることになるかもね。ツタ燃やしそう。燃やしそう、確かに。ホタルの泉。ちょっと待って、どこ行けばいいのよ。いっぱいある。あ。あ、結構あんね。ね。お兄ちゃん、早く！わかったって、そんなに急ぐことないだろう。ダメ、急ぐの。早く帰ってトランプする約束でしょ。はいはい。じゃあ、さっさと買い物済まそうな。やろうかな？オッケー。兄弟で買い物かい？えらいね。どれも新鮮だよ。何にする？は、お兄ちゃん、私、ぶどう食べたいな。ぶどう一つお願いします。お肉、美味しそう。そこの牛肉も。お野菜のスープもいいよね。人参とジャガイモと玉ねぎも。はっはっは、妹に甘いんだね。そんなお兄ちゃんにオレンジ一つおまけだよ。やったね、お兄ちゃん。ありがとうございます。さあ、もう買い物終わったでしょ？早く帰ろ。リーダ、また明日もこれやろうな。オレンジ一つもらえるぜ。確かに。またリーラとの思い出。リーラが全てだった。すべてを失い、復讐も果たせず、こんな僕が生きてる意味があるんだろうか。いや、復讐を果たすことでは何も生まれないですよ。復讐は何も生まないよ。あ、右になんかあるよ。あ、なんかある。これどうやって行く？なんかありますよ。どうやって行くんだ？行けねえ。他の道があるのかな？そうかも。あれ？さっきのあの、ツタが絡まってたとこか？いや、違うっぽい。そこ左か。左。え、でもこう。あれ？こうだよね、だって。ん？あー、じゃあツタの先かな。だよね、多分ね。なんかそんな感じよね。うん。火とか持ってきねえかな。火、あれかな。あ、ロープある、ロープある。ロープ？ロープある。右、橋渡って上。本当だ。ロープをどうするんだ一体。これで降りるんじゃない？なるほど。あ、なんかあれ？あ、タイマーさんじゃん。あったぜ。あー、リーラ。はい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 。まず松明で、あのツタを燃やすと。オッケー。いうわけだね。で、まぁ、あ、ここをやる前にちょっと行こう。うん、そうだね。ホタルの泉。綺麗だのぉ。おぉ、松明に火をつけた。松明に火をつけた。うん。一応。もうどこにセーブしたらいいかわかんないよ。まぁ、あ、もう表は、いいんじゃないかな、ね、あの、バスタール巻いてる、ノワール以外は、うん。そうね、そこは絶対セーブしないとこ。うん、この松明で。おー、綺麗にと、綺麗に燃えるもんだな。そんな綺麗に燃えるんだ。うん、あ、はいはいはい。無。意識の断片無。この状態じゃ確認はできないよね。意識の断片自体を。そうだね、この状態だと確認できない。触れないもんね。うん。じゃあ今、燃え尽きちゃった。ここでしか使わないだけなのかな。なるほどね。ロープ使っていいのかな。そうね。ちょっと上ってもうなかったっけ、何も。なんかあれ。なんか板が必要なのかな。飛び越えれるのかな。ここ何？それも気になるけど。バラ。バラ。何かの目印。なるほど。ここもまた後で来るのかな。バラ燃やすか、ツタ燃やすかだったってこと？マジ？いや、わからんけど。看板。左右？この先、左右、岩、上。ダメだ。文字がかすれてて、ちゃんと読めない。まだ上から岩降ってくるよってことかな？物騒すぎる。
今日の仕事も疲れたな。何の仕事してたんだろう、ファル。ね。お。よ、お疲れ。お疲れ、オスカ。ああ、疲れたな。たまにはさ、仕事帰りにバーにでも行きたくなるよな。僕はお酒弱いからな。それに妹が。わかってるって。俺だって弟が家で一人だからな。グレッグじゃない？はぁ、はぁ、お互い兄弟のために。大変だな。え、マジ？でもちょっと似てるかも。あーあー、お前の弟、グレッグだっけ？ある程度大きいからいいけど。リーラーまだ10歳だから、一人にさせるのが心配で。でも、俺らが働かないと暮らせないもんな。うん。悪いな、暗い雰囲気にしちゃって。いや、気にしないでくれ。じゃ、お先に。オスカー。あ、今度さ、4人で食事しよう。俺の家に泊まりに来ればいい。そしたら2人で酒飲めるだろ。それいいね。リーラにも伝えておくよ。キャー！うわー、ここで繋がってんのかい。知り合いかい。オスカ、僕の友人。でも彼も死んだ。過労で。弟は行方不明だとか、どこかで幸せにしてればいいけど。出前になっちゃったんだよ。手前になっちゃうんだ。箱詰めにされちゃうんだ。そうだよ。あの板のところって、板がないといけないっていう感じなの？そうだったと思う。ちょっと。なんか、ファルだったら飛び越えれそうだけどね。確かに。頑張るよ。いけんだろう。いけるだろう。足場がないから無理。先に進めないな。うん、どっか井戸繋がっ、あ、でもなんか上乗ってんね。ほんとだ。まあ来れるんだと思うんだけどね。うん。後々足場が手に入んのかな。そういうことか。そう、もうダメだ。なんか動揺しすぎて噛みまくっちゃうわ。オスカー見たからな。そう。何リトライって。あ、これあれだ。やっぱり降ってくるんだ。あれだ、あの岩を動かして道を作んなきゃいけない。そういうことか。降ってくんのかと思ったわ。はいはい。はいはいはい。あ、なんか右上にさ、うん、あれあるから撮りたいね。あ、そうね。断片。うん。だから、真ん中押して、ここ？あの、右、一番右の三つ並んでるところ。これの？真ん中押して、これ。うん。で、それ左。で、上行って、右。突き当たり右。取れた。拾える。あ、板もある。ほんとだ、あ、喜び。ああなんか板も取んなきゃいけないから、うん、今一個、ま、動かしちゃったけどいけるかなこれ。どうだ、押さないとダメ。そこまっすぐ行ける、一歩。え、歩ける、前前って どれ、下左、そこまっすぐ。あ、いけるわ。歩ける歩ける、うん、じゃあちょっと待ってな。それ押して、うん、で、左一歩、上一歩、うん、左一歩、上一歩、はい、左一歩、で、下。全部任せてる。で、板が取れる。やった、うん、で、これね、岩一個押しちゃったから、あ、一回リトライ押さなきゃダメだね。これさ、うん、そのまま、さっきの道、帰ればさ、うん、一回出てまた入れば、確かに。アイテムは回収したまま戻れんのかな。戻れんじゃね？戻れると思うな。いけたいけた。そんな感じするよね。行こう。で、上、また、入れば、岩リセットされてんじゃないかなと思って。うん、確かに。まだよ、まだ行くよ。まだ先行くよ、右。まだ行く？あ、でもそっか、先、取っといた方がいいか。そう、なんかこっちが大事かと思ったけど。そうよね、あっちが最後の道っぽいよね。うん。後回しにしようか、じゃあ。いった。
とりあえずダメだった時のために一応セーブはしとこう。そうだね。うん。よし。披露。久々の休暇だ。お兄ちゃん。4人の話あんのかな。見て見て、じゃーん。アルバム？そう、お兄ちゃんが赤ちゃんの頃の写真を見つけました。お兄ちゃんかわいいね。少し先に行けば、ほら、リーラの赤ちゃんの頃だ。まん丸だな、白い風船みたいだ。最悪。怒られるぞ。うん、お兄ちゃんの赤ちゃんの頃よりは可愛いし。お父さんとお母さんも若いね。ああ。ねえ、お兄ちゃん。ずっと私を覚えていてね。どうしたんだ、急に。覚えてるどころか、お前が結婚するまで一緒だろ？私やお兄ちゃんが、お父さんとお母さんを覚えてれば、ずっと心の中で生き続けられるじゃない？約束して、リーラのことを覚えてるって。もちろんだよ。どうしたんだ？なんでもない。じゃあ私遊びに行ってくるから、お兄ちゃんはゆっくり休んでね。あ、これでもう帰ってこなくなるのかな？かな。最近外によく出るけど、友達でもできたのか？行ってきます。気をつけろよ。暗くなる前に帰ってくるんだぞ。はーい。なんかこの覚えていてねっていうのが、うん、そのあるよね、ロゼの中に生きるとかも関係してそうよね。確かに。覚えていれば生き続けられるって言ってたもんね。確かに。うわー、つれー。ちゃんと覚えてるよ、リーラ。でもそばにいないのが辛いんだね。覚えている限り辛いのはなくならないからな。うん、なくなりながらね、うん、中には水が溜まってるみたいだ。ここは町から徒歩で数十分。すごく静かで心地いい森だ。リーラも連れてきてあげたかったな。なるほど。特にこの井戸には何もないみたいね、うん、思い出が見れるくらいか。で、問題の、うん、謎解きですね。一個、あれ？手前のやつがないのか。そうだね。まあ、順番が関係あるかどうかって言われたら、うん、定かじゃないから。っていうか、松明持ちっぱなしだからさ。あ、もう一回。はいはいはい。あ、バラいけんだ。じゃあ。いけんじゃね？やるだけやっとくか。そうだね。おー、そういうことか。火をつけた。で、バラ。そこ奥だね。そうね、ここだね。あれ、燃やせない。目印のように。うん。松明消えちゃうよ。あ、消えちゃった。気になりはするけど。うん。ダメか。うん。まあ、でも使えるっていうことは覚えといた方がいいのかな。そうね。もう一回取りに行くことを。まあ、制限時間があるみたいだけど。うん。で、リセットされてるかな？されてるね。じゃあ頑張ってくれ。さっきやったのが、うん。まあ、ここ、ここ。いや、そうだよ。あ、誰だこれの。こっちから行け、ないか。行け、ああ。やばい。さっき行ったのって、あれだよね、ここ、ここだよね、ここ。うん。こっちから行ったけど。え、これ普通に。でも2回は押せないんじゃない？2回押せないのか。あ、でもいけんじゃん、普通に。あ、そんな難しくないな。あ、1回しか押せないんだ。そんな難しくないんだ。うん、いけるいける。え、あ、押せる。わ、押せるけど。うん、じゃあ行ったじゃん。おお、やったぜ。隠された道。おお、なんもない、ね、ツタがある。ツタ戻ろ。これに火をつけて。そうだよね。だって他、え、待って、ということは時間制限。
あるんじゃない？マジ？ちょっと。これ、あ、でも、道できてる。ままでいいの？けど、うん、どうだろう。帰ってきた時に、また道作んなきゃいけないのかどうかはわからん。ちょっと、やるしかねえか。そうだね。うん、時間はあんまりないよ。やばい、もたつくんだよ、あれ。よし。火つけた。行くぞー。おぉ。何秒くらいで消えちゃうの？消える瞬間ってわかんの？なんかね、周りの火がちょっとね、こう、あ、小さくなるの？そのままじゃ。開いてる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 。行ける行ける。行けー！あー！ちょっと待って。ギリギリ。ギリギリダメだった。え、でも道繋がってんのありがたいね。そうだね。よかったよかった。確かに、あのままだと絶対無理だったな。うん、唯一の救いじゃない。うん。そっか、じゃあずっと全力ダッシュね。そうね。オッケー。任せろ。ダッシュなら得意だ。息切れても走れ。あんだけ逃げたんだから。そうだ。ルイス神父から。そうだよ。あんなに撃たれても逃げたんだから。え、どっかに、焚き火作れよ。本当だよ。もう移動させろ、焚き火を。よいしょ。結構ギリギリだったね。いけいけ、そうだね、これ。いけるいける。あ、よしよしよし。あぶねえ。いけた。燃え尽きたのに、どうやって。どうやって。じゃあ、一応、まあ。まあ、相手んだったら、かき分けれると思うけどね、うん、スターぐらい。確かに。あ、いたわ、リーラ。リーラ？おっ！おっと？するけど別にしとくか、一応。うん。え？あ、まだ話しかけない方がいいんじゃない？そうね。なんかバラがさ、目印って言ってたのさ。うん。なんかあんじゃない？バラ？うん、だってわざわざあれ調べれるのもさ。うん。気になるよね、普通に。確かに。え、バラに戻るってこと？そこ左は何も繋がってないの？え、ああ、道があるわけでもないのか。そうだね、ここ以上行けないしね。でもなんかやることやっときたよね。ねえ。だとしたら、うん。なんかここありそうなのにな。うん。一回引き返すか。引き返す？この辺。おお！すごい！天才だった。リーダー。ああ、嘘だ。どうして？ああ。リーダー。リーダー。どうしてこんなことに。内臓が、内臓。一体誰がこんなひどいことを。ファル！お前。この子に及んでダジャレ言う気か。何も考えられない。ダジャレしか思いつかない。何もわからない。絶望しすぎてダジャレしか思いつかなくなってしまったんだ。うわぁ。え、アルバム見る？これもしかして。違うか。え？リーラ。今行くよ。でも何回も考えたけど、そう、できなかったんだよね。そうか。約束して、リーラのこと覚えてるって。無理だ。なんで？どうして？死ぬのが怖い。最愛の妹を失ったのに。行きたくない。なのに、行きたいと思った。すべてを失ったのに。ひゅー。時間が傷を癒すなんて嘘だ。僕は何のために生きるんだ。いや、なんで見つけられたんだこれ。ねえ。その器みたいなやつは。器？なんもない。あ、これロープ回収できんじゃない？上から。
ああ、ここにもロープを引けそうだ。お、あ、降りれるんだ。あ、結構持ってるのね。そうだね。ロープ。あれ？え？なんかあるか？よく見たら。バラが目印って。あ、多分そこのことよね。そういうことだわな。え？うん。他じゃないかな。え、でもそしたら、一個ない。足らん状態ですが？え？他にも道があんのかな？あるんか？道を探索する？うん、したいね。せっかくだし。下、行ってみて。うん。なんか鍵落ちてない？あ、キノコ？それ。左。左？これ？あの、切り株みたいなところにあんの。ああ。あ、キノコか。キノコだ。キノコだ。鍵みたい、確かに。鍵みたい。いや、まあ、帰れないか。か、あそこでセーブ入るってことは、うん。もしかしたら追いかけられたりとかの最中。あ、なるほど。そう、帰り際に、うん。一個落ちてるとかはありそう。確かに。そっちのパターンかな。行けるところは多分行き尽くしたと思うし。うん。じゃあ、行くか。行こう。じゃあもう一回セーブしとこう。そうね。よし。リーラ。リーラ。リーラなのか？見て、お兄ちゃん。ここ、綺麗だね。ああ。ありがとう、お兄ちゃん。ロゼを殺さないでくれて。あの少女を殺しても何も変わらない。リーラーはもういないんだから。何を言ってるの？私はここにいるよ、お兄ちゃん。これは僕が生み出した幻覚。リーラーはもう存在しないんだ。それでも、あえてどんなに嬉しいか。リーラ、守れなくてごめん。うん。約束、覚えてないの？リーラのこと忘れないって。一日だって忘れたことはないよ。なら私は、生きてるよ。ずっと、ずっとお兄ちゃんの中で。だから、こうしてお話もできてるんじゃない。なのに、そんな苦しそうな顔をしないで。ほら、お兄ちゃんも集中して考えて。求めてるものは見つけてる。リーラ？大丈夫。もう寂しくないよ。私はお兄ちゃんの中で生きてる。一人じゃないの。お兄ちゃんのレイゾンデイトは、私を覚えてること。死んでしまったら、約束を破ることになるんだよ。それに、お兄ちゃんはわかってるはず。まだ行きたいんでしょ？辛くても。愛してる、お兄ちゃん。だから、覚えていて。リーラ。きっとまだ出会ったこともない人が大切な人になる。そして小さな幸せがとても大きな幸せになるの。人はレイゾンデイトを求めて生きるもの。まだ見つけてなくても、あなたが誰かのレイゾンデイトであることに気づいてほしい。そして忘れないで、愛されてるからこそ存在してるってこと。終わっちゃった。終わっちゃったよ。めちゃめちゃいい、良いんだけど。良いんだけど。心残りがね。心残りがあって。一個見つけれてないんだわ。
どこだろう。いや、撃たなかったっていうことですわな。お菓子がある。作り込みがすごい。ね、いや、この歌覚えますわ。この歌を覚えること、それが私のレイソンデイト。わあ、言ってたんや。ここでわかるのやばい。やば。エンド3なんだ。ザ・ラスト・メモリー。え、あと1個あるんだよね。これさ、うん、3見ないとさ、ああああ泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃうよ。これ3見ないと、うん、ゲットできなかったりするんじゃない？なるほど。うん。いや、そんな気がしてならない。確かに。うん。あと1個。あと1個あるんだよ。そう。だからそれをゲットした上で見れるのが、うん、エンディング4じゃないのかなと。なるほど。だからもう1回まあ完結編、で、打たないの選択をして、うん、探し回る。なるほど。かな、打たない。打つはもう3つ見つけてるから、うん、そういうことだ。3-3だったんだね、アイテムは。早送り。めっちゃし早い。多分、うん、最後の扉のところの松明のところは、うん、バラのところをロープを下ろすと多分簡単。そうだね。うん。そういうことか。めっちゃギリギリだったもんな。ロードゲーム、ね。ロードで、うん、うん、それでいい。はい。それでいいよ。で、ホタルのところに戻ってもらいます。ホタル。ホタル。ホタルのとこっていうのは、あ、まあ、バラから行った方が早いか。ここよね。で、うん、で、よーく見てごらんなさい。下、階段降りて。ああ！こんなところに。緑色。わからんて。わからんよ。気づかなかった。
なるほどね。これで見つけた。これでエンディングは同じなのか。これで一回エンディングは一緒なんじゃないのかな。なるほど。多分ね、セーブして、あー、戻ればゲットしたことなってんのかな。なってるはず。うおー、来たこれ色的にリーラ見てみるだ、誰のから、どうだろうな。まあ、リーラだけでいいんじゃない。オッケー、じゃあ見るか、うん、リーラだ。真っ暗けど暖かい。ロゼ聞こえる？私よ、リーラよ。聞こえないのね。ロゼの中から見る世界は見たことのない世界だった。世界は色を失ったような灰色の世界。こんな世界で生きてたのね。ロゼを、私をどこに連れて行くの？教会？なんだか嫌な予感がする。あの神父様、ロゼが人を殺すのを知っていて連れてきた。ロゼ！起きて、ここは危ない。備えて。フォーカス。ロゼ、フォーカス！なるほど。私の声は一部しかロゼに届かない。それでも、私は叫び続ける。集中して！ロゼの世界からお兄ちゃんが見えた。お兄ちゃん、ダメ。ロゼは私を救ってくれたの。お願い、ロゼを殺さないで。私はロゼの一部になったの。眠い。意識がはっきりしない。ああ。私たち死ぬのね。ロゼ、ごめんなさい。ずっと一緒にいるって約束したけど、お兄ちゃんが心配なの。だから少しだけお兄ちゃんのこと見守らせて。なるほど。なるほどね。これさ、うん。この状態でエンディング見てみる？見てみようか。え、それか、その、打つ、打たないとかのとこに選択肢増えるとかない？あー。一回それ見てから。うん。うん。それで変わってなかったら見に行こう。うん。え、ゲットした上で、うん。改めて。あー、変わんないね。変わんないか。何か変われ。変わらんくないか？同じだなぁ。同じ？エンディングの歌が終わった後になんか変わるとかあるかな？あー、それにかける。でも、なんだろうなぁ。ボケス。ボケナス。暴言！シンプルに暴言。変わるかな？いや、変わらんよなぁ。一回、うん、まあ、その分岐方法をちょっと見たんやけど、はい、途中に落ちてる記憶、うん、あの、断片じゃない方。断片じゃない方？あの、宝石みたいなの落ちてんじゃん。うん、記憶のかけら。あの、じゃなくて、一回またニューゲームしてほしいんやけど。はい。あの、追ってく最中にさ、うん、過去の記憶見れるじゃん。見れる。あれを一つも取らない。ええー、取らない？取らない。マジ？なるほど。取らずに進んでください。やばい、嫌なエンディングになりそうで嫌だ。ちょっと。何も思い出さないでください。わ。できるだけ思い出は少なく。なるほど。
まさかすぎたな、ちょっと。じゃあ、まあ、撮ってあるから、この断片も別に撮らなくていいよね。断片は関係ない。うん、関係ない。断片に関しては、うん、多分完全におまけ要素、その、うんうんうん、深掘りできるっていう。だからこれ拾っちゃダメ。だから、まっすぐロープ拾って、うん、上がって、うん、もう追いかけるだけ。松明拾って。で、こうか。で、真ん中蹴る。そうそうそう。で、で、バラのところに、ロープを下ろして、火つけて、うん、まあそこつけるだけ。いらないなんだこれは、なんだこれは、落ちてるやつ拾っちゃダメって。そうだ。教わった。で、うわ。リーダーと話す。まあ、セーブしていいかな。オッケー。話します。うん。リーラなのか？見て、お兄ちゃん。ここ綺麗だね。ああ。暗い顔だね。変わったね。変わったね、うん。辛いんだね。復讐を果たせなかったから。いや。これはきっと僕の問題なんだ。生きる意味を見出せない僕の。お兄ちゃんにとって本当に私だけが全てだったの？なら私はここにいるじゃない。リーラはもういない。君は僕の思い出、意識、本当のリーラはもういないんだ。そう。私はお兄ちゃんの中で生きてる。何が言いたいか、わかるよね。もう生きてる意味もないんだ。何も残ってないんだから。そっか、思い出してないからか。うん。私との約束、覚えてないの？思い出せてないね。リーラ。今行くよ。どうなると思ってるの？私は、お兄ちゃんの頭の中にしかいない。存在しないの。そんなことしたら、もう二度と会えなくなってしまう。こんなの嫌だよ。どうして思い出してくれなかったの？思い出して、お兄ちゃんは分かってるはず。生きる意味を、なくさないで、レイゾンデイトを。ねえ！ということで、いかがだったでしょうか？なあ！ザ・ロストメモリー。エンディング4です。最後にこれって胸くそ悪すぎるんだけど。これがラストです。いやー、いかがだったでしょうか、レイゾンデイト。遊び尽くしましたね。そうだね。いや、まあ、ここでね、まあ、タイトル画面で幸せそうな二人を見れているのでね。うん。まあ、結果オーライでしょう。結果オーライですね、これはね。まあ、メモリーいろいろあるけれども、これは自分で遊んで読んでみてって感じかな。そうね、リーラー見たからね。そうそう。そう、リーラーを見ただけでも、ね、感謝してくれよなっていう。まあ、その他にも、ある、多分、断片自体も調べられる感じなの？いや。かな？断片はね、触れないね。ああ、なるほど。でも、ああ、そっか。おのおのの、その本自体は読めるってことか。そう。はい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 。だから、これは私たちで後で録画してないところで楽しむんで。皆さんはぜひ自分でプレイしてみてください。普通にやってても面白いからね。ねえ、めっちゃ面白かった。
ボリュームがすごい、まず。本当にね、本当こんなあると思わなかったもん、まず。本当だったらなんか3パートくらいで終わる予定のものだったんだけど。そう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 。これ、いくつになってるんでしょうね。終わんなかったね。ねえ。10くらいいってんじゃない？あ、いってるかも。いやー、おもろかったー。じゃあ、これで、終わりますか。終わりですね。ま、よかったらまた一緒に遊んでくれよな、ゆずきさん。遊んでくれよな。うん。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。